連合軍はなんとかゼウスを退けた。彼はただ応用に笑い、悠然と姿を消す。結局この異界の謎もゼウスの真意も不明のままだった。そんな中、アースガルズの神ロキが動き出す。さらにオリンポスのアレスも連合軍の領地に侵攻を開始。神々の無慈悲な攻撃が人間に襲いかかる。連合軍はすぐさま防衛態勢を取った。果たして彼らに神の強撃を跳ねのける秘策はあるのか。なんとか敵の到着前に城の防備を固められたな。あとは総大将の信長を守りつつ神と喧嘩してやりゃいいんだよな。そう簡単にはいくまい。アレス、ロキ、二勢力を同時に相手にするのだぞ。勝手な行動はくれぐれも慎むように。うん、この戦に勝つには我らが協力し合わねば。たく、かーてーことばっかり言いやがって。レンレ、アレス軍とロキ軍が到着しました。きっとか。そう、地獄の幕開けぞ。信長はあの中か。アレスたちには構わず迅速に信長を狙おう。信長は俺たちが仕留める。アースガルズの神などに先を越されるなよ。どちらも信長を狙う。家康、三成、世を守れ。アレスとロキは協力するつもりはない。こちらとしては好都合ですね。一番は共倒れになってくれることだが、今は守りを固めつつ敵の様子を伺うといたぞ。家康のやつ、ここに来て様子見かよ。上等だ。神は俺だけで討ち取ってやるぜ。カンネー殿が勝手な行動、乱れた規律はすぐに正さねば。突出した部隊がいるようだが。我らの指示を無視したようですね。勝手な行動、皆の規範となるようこれからも精進せよ。信長殿を守ることが最優先。三成殿、ここは力を合わせようぞ。やりきるのは結構だ。ご自身の身も守られる。我らが敗れて信長様もお守りできない。敵将軍、討ち取った。おや、武器に殿ではありませんか。こんなに突出するとは、あなたにしては珍しい。戦端を開くつもりはなかった。安全の敵を見逃しては将として示しがつかぬ。勝手な行動は慎め。連罰に処されたいのか。うるせえ野郎だな。敵を倒しゃそれでいいだろうが。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。君の目にいつも抑えきれない怒りがある。それは人間に対してか。それ黙れ。余計なことを言うな。
耐えられない。そうだね、黙っておくとしよう。今やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。ユキ、私に刃を向ける。そうひどい、申し訳ございません。今は敵同士上、互角も。想定とは違うが、悪くない。全軍、この勢いに乗り、アレス軍を攻めよ。お前、面白い武器持ってんな。オル様によこせ。もう、あなたも核がお好きなのですか。これは渡せませんが、ぜひ一曲お聞かせしましょう。カジバドラゴンがいるようだ。戦の最中ではあるが、見過ごせん。ウキが何をしているのだ。アレス軍を攻めるように言ったはずだが、おそらく見逃せない規律違反があったのでしょう。とはいえ、それで自身が勝手に動かれても困るな。いえいえ、三つの、この乱れた戦場がウムラの望みか。いや、決してそのようなことは。乱戦状態は我が軍には不利ゆえ。そうですね、もはや様子には無意。どちらの軍人も門を閉め、守りを固めている。雑魚どもが群れている。俺を楽しませる奴がいれば。鬼神も来る。そう、もう一人戦いを好む本物の神も、お互いの存在を知らせれば面白いことになるかもしれない。武器、一つ任を頼む。戦いを避けつつ、両方アレス軍の本陣まで誘導してくれ。承知した。任とあらば厳粛に遂行するのみ。新リョフよ、このお分足が相手となろう。俺を知っていて戦いを挑むか。よか、すぐに消してやる。武器が他の敵に襲われているのさ、どんな必要。馬田、はい。うん、陽気や働きよ。よくやってくれた。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。陽気や働きよ、よくやってくれた。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。すぐ楽にしてあげる。俺を煽ったくせに逃げ回る。所詮は奴もただのネズミということか。敵長、敵長だ。あれ、確か鬼神とか呼ばれている男だ。人間の分際で生意気な。本物の神の力、貴様に見せてやろう。おお、逃げ回るネズミよりは手応えがありそう。いいだろう、俺と戦え。任は遂行した。敵前逃亡の汚名をかぶることになった。作戦は成功だ。これでアレスを撃つことができる。一人でできる。ようやく力殿に追いつきましたな。一人で先に行ってしまうとは。やはや父上、信長とは戦っていないようだ。では我らがその任を果たそう。陸軍の軍隊に追いついてきたな。味方は出払ってくる。俺が迎撃に向かいましょう。落ちた。本陣はお任
かせあれ三河武士の粘り腰お見せしよう。一方の大将は召したか。もう一方もほふれ。おれおれまだまだ暴れ足りねえぜ。味方は私と違う無能ばかりなのだ。なぜあの男のいいようにさせている。首でを守る敵がずれている様子。観音殿を向かわせねば。あるいは観音殿、あの砦の敵をおびき出していただきたい。無能など汚き言葉で挑発してもらえぬか。どういう作戦かよくわからねえが、いいぜ任せとけ。砦に着くまで観音殿を援護せねばな。一筋縄ではいかぬ。さすがは両軍といったところか。ウガタラ、カイン、貴様の相手鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。両軍の勢いが勝っている。このままでは三成殿は。ああよかった、間に合ったみたいですね。我らは戦艦の者、人の子を救うべくやってきた。いや、どうやら我らが出るまでもなかったようだ。人の子は戦局を有利に進めているようだ。ならば我らは向かってくる敵にだけ対処しよう。新皇代のお相手をしていただけますかな。おめえ結構やるじゃねえ。ただの堅物じゃねえかったんだな。戦闘中に無駄口を叩くな。敵長打ち取った。私もお前の腕だけは認めよう。よくやってくれました。その調子でどんどん活躍してくださいね。三成将軍、見事な働きだったようだな。このような貨幣でよくぞ状況を覆した。お前たちは俺のことを知っているのか。はい、もっと早く火星に来たかったのですが。とりあえず今は目の前の敵を倒しましょうか。もっと厄介な状況になっているかと思った。人の子らの活躍でどうにか阻めているようだね。ですが我らも加わる方が良さそうです。オーディンが本気を出せば人間だけではとても。また賑やかな日々になるな。ほら出てきやがれ。砦にこもってんじゃねえぞ無能が。この選ばれた人間、少指揮を無能だと。私の力思い知らせてやるよ。頑張ります。おうまくいったか。砦の章を破りその先へ進むとしよう。この程度では信長は満たされる。予定より早く紹介がやられてしまったな。仕方がない、私一人で何とかしよう。私が終わらせてやろう。曹操殿を思い出す。
ソース乱世の勘なぜだか懐かしき日々。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。次に会う時まで、その命、預けておく。信長を狙う敵は消えた。得体の知れぬものは残っているのな。安心しろ、人の子らよ。我らは戦界の住人。貴公らの力になるべく、この世界に降り立った者。つまり、ジョカたちの仲間ということか。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。ヌーレン、そのつもりだ、三成将軍。信長の活躍のおかげで道が開き、ここへ来ることができました。感謝します。私は神王、そして太公望だ。今後は貴公たちに知恵と力を貸してやろう。よろしく頼む。早速知っていることを教えよう。そう焦るな。全知全能の私といえど、オリュンポスの主神の考えを読むことはさすがに難しい。だが彼の娘のアテナ、息子のアレスについて多少のことはわかる。まずアテナはオリュンポスで戦略を司る女神だ。真面目で父の信頼も厚く、知遇ともに優れている。そしてアレスはゼウスと制裁ヘラの間に生まれた嫡男、戦の神だが、これがクセモノでな。高貴な生まれゆえに絶大な自信を持ち、他の神も人も下に見る傲慢な男だ。ゼウスも奴の性格を危ぶんでいるようだな。ふん、奴が鼻持ちならない男であることは確かだ。説得も真意を聞き出すも奴からは不可能。やはりゼウスに当たってみるしかあるまい。ところで四天童子を見ませんでしたか。いえ、存じません。どのようなお方ですかな。とても大柄で燃えるような赤い髪の鬼です。背にはとても大きな瓢箪を背負っていて。そんな目立つやつなら見てりゃわかるはずだよな。全く覚えがねえぜ。そうですか。私たちより先に融合に巻き込まれたはずですが、一体どこに。すべては全能たる我が手中にある。私の力が必要ならば行くしかありませんね。
この勢いに乗りたいところですね。貴様ってこっちの？魔王オロチ、これこそ私の求めていた力よ。かぐや殿、驚いた顔してどうなさったのですか？奇妙な気配を察したのだろう。小生も、そして私にも感じられた恐ろしく強大な存在の気が。気な臭いね。また新しい神でも出てきたのかい？それを探るためにもまずは調査せねばな。諸君にも協力を頼みたい。わかった。私たちにできることなら。この妙な胸騒ぎ、自分の考えが当たってほしくないと思ったのは初めてかもしれぬな。